そしてバイデン大統領ですが i p ペ f インド太平洋経済枠組みの発足を表明しました i p ペ f というのはですね貿易、供給網、インフラ脱炭素、税、反汚職という4つの柱を掲げていますまた同じアジア太平洋地域の経済枠組み協定である TPP や RCEP とは違って関税の削減や撤廃は含まれていません。 日本やアメリカ、韓国のほかインドや ASEAN7 アアカ国など13カ国が創設メンバーとして名を連ねたんですけれども分野ごとに参加メンバーは変わるとしています。 吉崎さんはこの IPEF についてどう評価をされてい,ますかいやあの13か国って聞いた瞬間、びっくりしました。よくそんなにたくさん集めたなと。これ、想定されている<え>まあ最大に近いようなイメージなんですか、はい、あのマックスじゃないですかね、ASEAN10 アアか国のうち入らなかったのってミャンマーとラオスとカンボジアですよねで、ミャンマーは軍政だし、ラオス、カンボジアはちょっと中国に近すぎて、ねえー、取れるだけ取った。 でま,ましてあのフィリピンのマルコス新政権なんてずっとその中国寄りで行くって言ってたのが、まあ、よく入ってくれたなというのが最初の感想です藤崎さんはどんなふうに私は、ね、やっぱりアメリカはかなり TPP に自分が始めたのに入れなかったでしょ国内の事情でねで、えー、みんなに、まあ、日本を含めて TPP 入,入りなさいとずっと言われ続けている中で。 給与の一策というかそういうのが考えたらすごくいいところをヒットしてきたなとそのさっきのデジタルでありエネルギーでありサプライチェーンの問題であり、えー、まあ環境なんかちょっとコントロバーシャルというかいろいろ途上国から見れば労働とかいうのは少しそうおいしくない部分があるんで難しいかもしれないけどまさに今これから大事になっていくという部分 サプライチェーンの問題なんて半導体なんかを中心に今ものすごい大きな問題になりつつありますよね後で議論されると思いますけどそこをあのめがけて投げた球であることが大きいそれからやっぱり5月12日にワシントンでアセアンを全部集めたでしょ対面でね対面であの,のは初めてですよねでやっぱり一種地ならしをずっとしていったんだろうなとだから踏み絵ではないけれどみんなあのどうなんだ という感じでアメリカと一緒にやるのとなっていったんでトランプ政権の時は日米貿易協定とかみんなバイでやるんだという話になってそうじゃなくて今度はマルチでやるんだとなるとやはりマルチでやり,やりたいという人はそうかなとここで入っておくべきなのかなという判断になったんじゃないですかね吉田さん、今この、まあ、まだ分からないですけどね一応4本の柱が出ていてこれは中身どうご覧になりますか。 この中には一番あのあの新興国側から見ておいしい話である市場アクセスがないわけですよ自、ね、由貿易的なねつまりアメリカ向けの輸出が増えるみたいな、うん、そういうおいしい話がなくてどっちかというとこれ,から、まあ、これから出てくる話ですよねメインディッシュはちょっとあの乏しいんだけれどもデザートがすごくあの新しい感じのものが並んでいる。 っていうそんな印象ですね、うん、ででさらに言うとこの脱炭素とか反汚職とかねあんまりあなたには言われたくないみたいなこの下の2つはどちらかというと東南アジアから行くとちょっと警戒するのそうなんですお説教されそうなものまで入ってるんで,た,いでただ一方でやっぱり半導体の供給網みたいなえ新しいところはこれはやっぱ手を挙げておかないとえ後で後悔するぞっていう思いがあったんじゃないですかね。うん これ先進国とその、ね、発展途上国というか今その間をつなぐってという意味では藤崎さんこれ、日本の役割も大きいにこれからこれ形作るみたいな感じですそうですよね今おっしゃった点からいくと、ね、途上国のほうも TPP みたいな方が非常に魅力的かというと実はなかなか苦しいんですよね。ああだって 関税なんてむしろ途上あの先進国の方が下げやすいわけですよ、ところが途上国は関税で日本だってずっとそうですけど幼稚産業を守ってきた、それを下げろって言われてるわけですからなんとか猶予期間を設けたりしてやってきた、あるいは投資なんかのルールにしても彼らの方が飲みにくい、それをまあなんとか頑張って TPP に入ってきた、これはそういうのに比べたさっきおっしゃったようにそうはっきりした 義務が今はないわけですからまだこれから一緒に作っていこうという話ですから TPP のように苦しいものを飲ませるという感じではなかった面もありますよねおいしいという面もあるけどそ両方があるんじゃないでしょうか吉純さん、今回もアメリカがです、ね、この地域にこのタイミングで来て、まあ、安全保障の面とそれから経済の面両面で,です、ね、関与するというのを言ったのは良かったと思うんですけどこの 米韓首脳会談とか今日の記者会見を見ているとアメリカ側の記者からは盛んにサムソンがアメリカにいくら投資するヒュンダイがいくら投資するとか経済的実利を質問していて IPEF みたいなものを掲げてやっていくというのと アメリカが実利を取りに来ているというのをちょっと混在としても見えたんですけどこれどうですかあのこれはアメリカ政府が出しているファクトシートなんか読んでみると<ー>もう極めて民主党的であ<ー>まあこれはアメリカの,あの労働者とファミリーのためにいいことなんだみたいなことがすすごく強く強出てますねトランプ的に聞こえますけどあの、まあ、ミドルクラスのためのアメリカ外交ってことをずっとあのバイデン政権は言ってきてますんであやっぱりそうなんだなと。まず国内向けに、えーまあ、あのこうや こうすることによってアジアは発展地域でまあ、そのことによってアメリカ経済が良くなるんだっていうそういうあの建て付けになっとるかなと思いますね。<laughs> それから、あの先ほど半導体ってありまして、今戦略プッシュの中でも最もまあまあ,まあ焦点の一つ。はい、あの今回13カ国がこの ipe に入ったのは良かったと思うんですけども。はい まあこの何日本、韓国、アメリカぐらいで、まあ、5割ぐらいあの半導体製造をまあシェアで取ってますねしかし台湾は今回入っていませんねこれ吉さんどうさすがに、ね、この台湾まで入れるともうちょっと中国を刺激しすぎるし、はい、そうなった時に今度また東南アジアも困るっていうまあ理屈がありますんで、まあ、今回、さすがに。 まあ、そこまではあの踏み込まなかったんだと思います。で、ただ、えー、まあ、こうやって半分だけでもものすごいあの威力ですよね。うん、で、まあ、その中で、えー、まあ、供給網をどうしていくかっていう話ができる顔ぶれになってるんで、まあ、これは今後のやり方次第ではすごくあの面白い存在になりますよね。石崎さん、先ほどまあ、tpp ですね。一応、日米が一旦目指した高い、まあ、その。 まあ、関税もそうだし投資もそうだし枠組みからは抜けたんだけど、まあ、今回、こういう形になってきてこれ、現状を評価すると対中戦略という意味では経済安全保障とかそういう意味では、まあ、サプライチェーンみたいな意味ではかなり今重要なものになっていく可能性はあるそうと思いますね。<ー> TPP、まあ、これれれかかから中国は入ってくるのどどうかまたそれは見ななきゃいけないけけんですけれどもも 中国が入ったものだけでアメリカが入れないものがあるという形はやっぱりまずいですよね、うん、このそうするといや別なものがありますという形で今回できそうだというのは,これはすごく日本にとってもいいじゃないでしょうか。うん、うん